ご覧の各社がお送りします。若者を中心に流行している洋菓子マリトッツォに見せかけたシュークリームを販売したなどとして門真市の男が逮捕されました。門真市の自称営業マン坂田志郎35歳は堺市に住む雑貨商の男と共謀し、シュークリームに小細工を施してあたかもマリトッツォであるかのように見せかけて販売したなどとして詐欺の疑いで昨日逮捕されました。警察によりますと、坂田は刃渡り50センチの包丁でシュークリームに切れ込みを入れ、クリームの量を一方的に増やしていたということです。坂田はマリトッツォとシュークリームの違いがわからないと容疑を否認しています。ところでこのシュークリーム、坂田は1つ60円で買ったと供述していますが、マリトッツォと偽って販売した際の価格は1つ当たり55円となっていて、警察は動機について慎重に調べを進めています。